皆さんおはようございます。本日はデリカファンミーティングにようこそお越しくださいました。だいぶね外寒いんですけども、この会場はですねバスストーブもありますし、ちょっと温かいものでも飲みながら、デリカファンミーティング楽しんでいただければと思います。本日ナビゲーターを務めますのは私、アウトドア大好き高森浩二です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ今日この会場中央テントがあるんですが、ぜひね外にいらっしゃる方も中の方に入っていただいて、ぜひ前の方ねお席まだ余裕がありますので、じっくりとお話を、聞けたらなと思いますので一つよろしくお願いいたします。そしてこのファンミーティングの模様なんですが、ニューデリカライブショールームということで、皆さんお手持ちのスマートフォンとか、タブレット、パソコンなどでご覧いただくこともできますので、まあ、もちろん会場にいる皆さんもお手元の、ね、スマートフォン、そして、ライブショールームを見ている方どこからでも見れることができますのでぜひ楽しんでください。今この時間から夕方16時まで、ライブ中継ということなんでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。新型デリカ D5 スペシャルサイトからご覧ください。さあ2007年以来大きな変化を遂げました新型デリカ D5 なんですが、今日はですねこの後開発者の方もお招きしまして、いろいろと詳細にお話を伺っていきたいと思っております。そして新型車のですね開発責任者、三菱自動車商品戦略本部大谷チーフプロダクトスペシャリストとともにですね、はい、新型デリカ D5 の紹介をこの後させていただこうと思っております。そして11時からは今プログラムもモニターに出ておりますが、はい、パリ高などラリーレースで大活躍した松岡弘さんなどをお招きして進化した走行性能など紹介していきます。さらに13時そして15時にも開発者をお招きしてこだわりへの思いを伺うなど、新型デリカ D5 の魅力を深く深く掘り下げていきたいと思います。そして私もですね、今日この日のために新型デリカ D5 実際に試乗もさせていただきましたし、いろいろとお話も伺ってきましたんでね、そのあたりのお話も皆さんにお伝えできたらなと思っております。そして、リクエストや質問というのもね受け付けておりますので、ぜひ皆さんライブ画面の右下にあるところからねメッセージを送ることができますし、あとは質問感想投稿、デリカファンミーティングのウェブサイト質問、感想投稿というところがありますから、そちらの方からお気軽にメッセージを送っていただければ、今私が持っているこのタブレットの方にね、メールが来るようになっておりますので、どしどしお気軽に質問メッセージなどお寄せいただければと思います。ぜひこちらの方でもね楽しんでください。さあそれでは早速参りましょうかね。お待たせいたしました、最初のプログラムです。新型デリカ D5 継承と進化への思い、ということで大谷さんの登場です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、早速なんですが大谷さんは、チーフプロダクトスペシャリストということなんですが、新型デリカ D5 の開発においてはどのような役割を担われたんでしょうか。はい、チーフプロダクトスペシャリストというちょっと長い名前なんですけれども、商品企画の取りまとめの担当です。はい、車作りでは、まあ、商品企画、開発、生産、販売という、まあ、大きな流れがありますけれども、はい、それの、まあ、入り口のところの商品企画の取りまとめ担当をいたしました。はいはい、じゃあ今日はすごく深い話が聞けそうだなと思うんですけどもね、はい、よろしくお願いします。そして今年50周年を迎えました、デリカなんですが、まずはその歴史のあたりから大谷さん聞かせてもらえますか。そうなんですね、今年で50周年を迎えました。はい、1968年に初代デリカがデビューしまして、はい、その時はトラックとしてデビューをしました。が、翌年には、1969年には初の、バンタイプ、ワンボックスタイプになりました。はい、今日会場にいらっしゃってるお客様はご覧いただけますけれども、その時の、はい、初代のバンが来ております。展示されていますね。はい、そして今モニターにも歴代のデリカが映っておりますけれども、そうですね。はい、でその次のモデルが、四駆をこのワンボックスタイルに導入しましたモデルでして、はい、まあ、デリカの四駆ミニバンの、まあ、ベースになった形かと思います。はい、でその後にスターワゴン、スペースギアを経まして、はい、現行モデルのデリカ D5 と
という形で、はい、まあ、長くにわたってあの皆様からご支持をいただいていると思っております。はい、まあ、すでに伝統というかデリカらしさを大切にしつつもこう進化し続けている、そんな雰囲気が今伝わったのかなと思いますね。はい、それではですね、大谷さんとともに今日はこの新型デリカ D5 について、いろいろとご紹介していきたいと思います。